諏訪市。諏訪市は、日本の士族の一つ。信濃国諏訪地方の領主。諏訪神社上社王法理を司った家柄でもある。中世以降の通詞は、大、より。ただし、江戸時代以降の諏訪藩主家は、ただし、ただを、通詞としている。諏訪市は代々、諏訪大社の王法理を務めてきた一族である。その血筋は、 神主といい、金明町や水古町の頃から、平安時代初期に、信濃国地方政治で活動した金指氏や長田の死の、長、諏訪者の神官とし続いてきた。出雲神話の神、竹南方人に始まるとも言う。後世には、寒武天皇を外するとも、生は源氏の源の三つる会を外するとも称したが、行員や、石棺家をはじめとする苦行の末裔を称する武家が、多中で、 祭人、竹方命の血筋を称しながら、極めて尊貴な血筋として捉えられた、得意な家系と言える。諏訪氏は、武士と、新官双方の性格を合わせ持ち、武士としては、源氏、執権北条氏のおうち人、南朝方の武将、足利将軍家の奉公衆を務めるなど、ごく一般的黒人領主である。しかし、新官としては、品の国を呼び、 諏訪神社を見受けした地においては、絶対的神秘性をもって捉えられた。シナの国一宮として朝廷からも重んじられたことも、あるが、祭神の諏訪明神が軍神であることから、古くから武人の尊崇を受けていたことも大きく影響している。ゆえに、諏訪神社の祭神の系譜を称し、諏訪神社最高の神職である大法理を継承し、大法理をして、 自身の肉体を祭神に供する定裁を取ることで、諏訪氏は絶対的な神秘性を備えるようになったと言える。代々の諏訪氏当主は、秋はモルなどの受領名を称したが、大法理の体をもって、諏訪の祭神の肉体とされることで小一くらいの深海を有し、高い権威を誇示した。周氏は、総当州。五大寺は、温泉寺。長野県諏訪市、総古寺。 千野市、雷武氏、千地野市、吉祥寺、東京都文京区など。新官であると同時に武士としても活躍し、神職についていない諸子や親類を派兵するようになった。源義家、八幡太郎義家が、出羽の清原氏討伐のための三年の役に、介入すると、大法里、ための部の子である神、大のため中、諏訪ため中が、源氏軍に加わったという。 王法理は、祭人の信託により体に神が宿るとされ、代々、小一くらいの深海を継承する。自称、樹英の乱、源平合戦の折に、王法理がどちらに味方するか考えていたところ、祭人が夢に現れて、手に持っていた火事の葉の軍配を、白旗のある方向へと振り下ろしたことから、諏訪氏は、源の頼朝に味方する。以来、諏訪氏を呼び、 諏訪大社を尊愁する氏子は、火事の葉を家門にしたという逸話がある。金沢森住、諏訪大部は、源義仲討伐後に、頼朝に捕らえられ、囚人として、梶原景時に預けられたが、鶴岡八幡宮で披露した八ぶ目の妙義によって、除名された。鎌倉時代の当初は、幕府の御家人だった諏訪氏も、幕府の実権を握った北条特捜家の悲観、大内人となり、 北条氏のを受けた諏訪神社も、頼朝の崇敬を受けていたこともあって、東国の武神としての藩が高まり、全国から勧生されるようになった。上級の乱では、諏訪森重の子で、大法理の諏訪信重が初めて、諏訪軍外に出兵し、東山道を進軍する、幕府軍のケミ役を務めた。また森重は還元四年、1246年の宮相道や法事元年、 千二百四十七年の法事合戦で踊らし、法上時寄から無双の勲功を称えられ、諏訪政協は内官僚を務めた。現行三年、千三百三十三年の東昇寺合戦による鎌倉幕府の滅亡では、大内人として諏訪直政をはじめ多くの一族が共に召したが、諏訪政功が法上高時の維持、法上時行き、太平記では亀島る。 梅松論では、勝利丸を椅子ワに逃亡させている。幕府滅亡後に、京都で五代醐天皇が樹立した、剣舞の申請に対し、剣舞2年、1335年には、北条氏の残党が時行を報じて拒兵し、鎌倉を占拠する、中仙台の乱。これに対し、足利高氏は、倒幕に従い武功を挙げた、小笠原定宗を、 信濃守護に武人氏諏訪氏に対抗させ、以来室町、戦国期に至るまで、小笠原氏と諏訪氏は、抗争を繰り広げる。乱の平定により諏訪氏は再び敗北し、鎌倉では、諏訪頼重、諏訪時継ぐ不が、足利勢に敗れて自害する。これにより、大祝職は、初流の藤沢正頼が継承する。南北朝時代には、時継の子、諏訪来継ぎが、 大法理職となり、北条時行を迎えて、南朝方に属して、北朝方の小笠原氏と対抗したが、敗れて没落。その後は、大次の弟、諏訪信次は次、信次の子の諏訪直よりも、同じく南朝に属した。間もなく、足利将軍家が、兄の高氏派と弟の忠義派に分裂して、感動の情乱が起こり、 忠義が南朝に降ると、なおよりもこれを支援し、信濃国内における忠義よ党の首相として、善光寺付近で北朝の高う寺派、小笠市と争い、貝の国須沢城、山梨県南アルプス市に籠上した、孔子冬を自害に追い込むなどの功を挙げた。官能三年、昭平七年、1352年に、忠義が死去すると、稲谷に潜伏した。 宗長親王を報じて戦う。文那四年、昭平十年、1355年8月には、貴郷ヶ原、塩尻市において、品野守護、小笠原長期や下社、金指、西名城らと衝突し、北朝方に敗れ、品野における南朝は推備した、貴郷ヶ原の戦い。上谷城諏訪市が、南朝方に帰属し続けたのに対し、下社、金指市は、 北朝方に属して上宮城と下社が分裂し、この争いは戦国時代まで続く。昭平24年、1369年10月には、諏訪貞信、俗に、楠木十郎が、南朝の有力武将で、伊勢国氏の北畠秋義の悲観として楠木、現在の三重県四日市市くす町の楠山城と、廃下300基を賜って、伊勢諏訪市となり、 俗に言う北勢48屋の一つくすの木家を構成した伊勢諏訪氏。大安五年1372年には諏訪頼りが北朝の将軍足利義満に服属し、大法理職は来次の弟である新寺が継承し、来次の子、新院の一族は稲郡高遠へ移り、高遠諏訪氏となった室町時代には大英四年。 1397年10月に、諏訪ゆう次が、王法理となるが、4年後に解すると、文明16年、1484年12月には雷光、雷密る、平均彩が、王法理職となるまで僧侶化が、王法理職につくことが途絶える。さらに、文安6年、1449年には、諏訪市と下社、金指氏との抗争も発生し、これは、品の守語、 小笠原正康、府中小笠原氏が介入する事態となった。正康は、金指氏を講演したため、諏訪僧侶家は、正康と小笠原家僧侶職を争う、松尾小笠原氏と結んで勢力を拡大し、これにより、諏訪王法リへとの内向も激化する。交渉2年、1456年には、諏訪僧侶家の諏訪信光と、諏訪王法リへの諏訪寄光、伊予上、 前述の平均斎とは、別人兄弟が衝突する、芸州、予州大乱が発生する。この乱は、間もなく、沈静化するが、諏訪信光は館を上原に移転している。大法理家で、雷光、る、伊予主の子、次万が、大法理職につき、義兄にあたる高藤次州や、松尾笠原氏と結び対等した。次は、文明年、1479年に、 府中小笠原氏が、松尾小笠原氏を攻めると、一時的に大法理職を、辞して、松尾小笠原氏公演のために出陣し、期間後に再び大法理となっている。これに対し、諏訪総領家では、信光の子、聖満が、府中小笠原氏と和睦して、これに対抗した。文明十五年、1483年正月八日には、次満が、聖満とその子、若宮丸。 聖万帝の原田小太郎らを神殿に招いて、主演を模様し、その場で暗殺するクーデターが発生する。この事件により、諏訪一族は、犯行に出て、次万を久和城、地のしみ川へ追い込み、さらに高遠へ追放する。また、次万父の来光る、伊予主もこの時に討ち取られており、下者、金指氏も駆逐された。次万のクーデターから生き残った、聖万の次男、 宮法士丸、諏訪頼光、壁雲斎は、文明16年、1484年12月に、諏訪僧侶家を継承し、さらに王法理職に就いた。壁雲斎の時代に、諏訪軍を統一し、王法理家を滅ぼし僧侶家が王法理をも務め、再生一致のもと、武力と権威を強めていった。戦国時代には、諏訪軍と接する隣国の開国守護、 武田氏と争いが活発化する。回収後、武田信正は、諏訪大社上社の旦那でもあり、干渉5年、1464年4月に信正は、守護代、後部氏に対抗するた、諏訪信光に援軍派遣を要請している。この時は、諏訪信光とその子、小太郎、聖万、諏訪万有の三男、光、優、越前守らが、 諏訪一族や作軍大石らと会へ出兵している。なお、一行は4月5日に諏訪を発しているが、この年の4月13日には、お柱祭りが予定されていたため、一旦引き返してお柱祭りを終え、6月に再び出陣する。一行は6月8日に、武田信政と合流し、7月2日に、山梨軍ユーカリ、佐山梨市上岩下で、後部 光月之助と激突し、跡部氏を、本拠の小野田城、山梨市牧岡町へ追い、滅亡させた。諏訪州は7月9日に帰国する。干渉6年、1465年12月、武田信正は、跡部氏の残党討伐のため再び、諏訪市に援軍を要請し、諏訪信光は12月26日に、諏訪州を帰へ派遣する。その後、武田家では、 信正の子である、新縄と、油川信江との間で内紛が発生し、信正は、新江方に加担した。信正はさらに、堀越久保の足利茶々丸と結んだため、半茶々丸の駿河国の今川氏、相模国の伊勢市、後の後北条氏と敵対した。こうした、対外情勢の変化により、武田氏と諏訪氏との関係も、険悪化したと考えられており、分岐元年。 1501年ムルー6月2日には、伊勢総尉、北条総雲が、諏訪家臣、千野氏に対して、諏訪頼光、壁雲祭に、武田氏を攻撃する申し出を行っている。こうして、伊勢総尉は、諏訪氏と結びつつ、海の東部の鶴宮への侵攻を行っているが、一方の諏訪氏側では、一連寺加古町によれば、遠徳4年、1492年9月3日に、発生した信ぶ 新へと新縄の間でなした合戦において、矢ヶ崎氏が戦死しており、信政、新へ方に援軍を派遣していたと考えられている。その後、海野国では、新縄の子、信虎、署名は信直により海野国は統一され、武田氏は戦国大名を化する。武田氏は、駿河の今川氏とは牧師、大英7年、1527年には、 シナノ作国への出兵を開始する。諏訪市では、英正15年、1518年12月18日に、諏訪頼光が、下社の金沢正春の本拠である、萩総陽街、下諏訪町を攻め、正春を放築する。正春は海へ逃れて、武田信虎に庇護され、協力元年、1528年8月には、正春を要した信虎は、諏訪への出兵を行う。 武田勢が8月22日に、後進国境に迫ると、8月開日に、諏訪頼光、頼高よ氏は、後進国境の神戸境川、長野県諏訪郡富士見町において、一旦は敗退した。同日夜に、諏訪勢は、境川に兵を進めると、今度は、武田勢を駆逐し、勢力を海北西部にまで及ぼした。信のは、 八ヶ岳南緑の山梨県北都市小淵沢町に、笹を取りを築くなど、本国の防備を整えるが、協力四年、1531年正月21日、もしくは22日には、尾ぶ虎ら兵部醤油や栗原兵庫、今井信元らがいの有力黒人が信虎から離反し、甲府北方の三岳、甲府州岳町,町において、信虎に抵抗した。尾部栗原らは、 諏訪より密に援軍を要請し、来密は海へ兵を進め、笹を取りを落とした。海ではさらに、甲府盆地西部の国人である、大井信行も信虎に反旗し、同年2月2日に、反信虎の国人衆は、信虎勢と衝突して、信虎は国人衆を撃破している。なお、この戦いでは、諏訪氏は参加していない。同年4月に、来密は、 国人衆と合流し、河原部、山梨県韮崎市において信虎と,と戦う、河原部合戦。この戦いにおいて、国人衆は大敗し、信虎に服従する。天文4年、1535年9月17日には、作軍進行を行う武田氏と和睦し、天文9年、1540年11月29日には、信虎三女、ネネ,ネが、諏訪よりシに化して、 同盟関係が強化される。同年12月17日には信虎が頼重を訪問している。天文十年1541年5月には、信虎や村上の力与と小さが多軍へ出兵し、5月23日の雲野平の戦いにおいて、重の一族を撃破する。重の一族は上野国の関東官令上杉の里政を頼って亡命する。 6月14日、貝の国で、信虎が、着南、春信、信玄によりするがへ追放されるクーデターが発生する。7月4日には、上杉ス政が、作具に出兵すると、頼重は、武田、村上方に独断で県政党を睦すると所領を分割する。これにより、武田、諏訪間の同盟は破綻する。天文11年、1542年4月4日には、 頼重とねえの間に着難、虎王丸、長久が誕生するが、7月2日には春信が、高藤城主の高藤来次と結んで、頼重の本拠である上原城を攻める。頼重は、桑原城へ敗走するが7月4日に降伏し、甲府へ護送される。頼重は7月21日に、甲府の投降時で自害する。頼には、イのトラオが,が消息が不明で、 戦国大名家としての諏訪氏は滅亡している。諏訪地方は、武田氏の品の信仰において直轄領化され、頼重の弟ライダー万隣の子頼忠が、諏訪大法理となっている。武田氏は、諏訪氏の他にも征服した品の名族の名跡を、一族に継承させる方策を行っているが、諏訪氏においても、頼重の娘諏訪御良人は、信玄の側室となり、 天文15年1546年に四男、四郎、武田勝頼が生まれた。勝頼は諏訪市の通詞である、内寺を冠し、永禄5年1562年に諏訪市を次稲高登城に配置されている。勝頼期に諏訪軍、高島城主は今福昭和であったが、天正10年1582年3年、織田、 徳川連合軍の進攻により武田氏は滅亡する。武田氏滅亡。武田氏の滅亡における諏訪氏の動向は不明であるが、諏訪大社上社が放火され、諏訪来豊か、腰中守る府市が処刑されている。諏訪州の地の正房、平営院は、上野へ亡命し、同年6月に、相模国の北条氏直に、保護されている。一方、大法理であった、諏訪頼忠や上長官。 森谷信爪は、諏訪から脱出した記録が見られないため、諏訪軍にしていたと考えられている。小田氏の開始置において、会は、小田家臣の川尻秀隆が漁師、高島城には、川尻家臣の湯気重蔵が配置される。同年6月に、本能寺の変で、小田信長が撃たれると、武田医療をめぐる天正神後の乱が発生する。高代の軍機物、変産物によれば、 千の政夫佐が後北条氏の講演を経て、諏訪へ帰還し、諏訪州を休合して、高島城を奪還する。諏訪頼忠もこの時に放棄し、給料を回復したという。一方、文書によれば、諏訪州は、武田急進である、基礎軍の基礎義政の支援を得て、高島城を奪還していた可能性が指摘されている。 さらに、頼忠は、越後上杉氏の信仰により、基礎氏の勢力が弱まると、自立す。徳川家康と、相模アート法上との争いでは、はじめ徳川方、後アート法方に転じた。頼忠は、諏訪氏を再興し、頼忠の息子、諏訪頼水が、慶長五年、1600年の関ヶ原の戦いでの、功によって、高島藩に封じられた。江戸時代には、 大名家と大法リーへとに分かれ流星時、大名家は明治維新後、死者となり、家族に除された。また二大藩主、諏訪忠常の次男諏訪雷影と三男諏訪雷宮に千国ずつ、分治し、四男諏訪成城等位の諏訪頼常も江戸幕府に出資し、旗本を四宮排出した。室町時代には、初流、小坂家出身の諏訪園中、小坂園中、 スワ津ツタダの彦とされるが、剣務政権で雑草決断書の成員を務め、後代醐から離反した高氏に従い、室町幕府の表情集や、引き付集、天竜寺造営武行などを務め、在京して、将軍直属の奉公集としても活躍し、幕府滅亡までその職を世襲した。縁中の嘆願が受け入れられ、信濃の諏訪氏は、幕府より存続を許された。また、 諏訪大明神賀氏は円中による著作物である。文政元年、1466年、諏訪忠志号は、幕府の優筆を辞して、品の施設となり、慶都品のを往復している。諏訪貞道は、幕府武行人を務め、文明八年、1476年諏訪大社の大藩や行天独法への再興に関する、御土三天皇の臨時を得て、長京元年、 1487年将軍、足利義政や日野富子ら幕府要人から諏訪崩楽家の短冊を集め、京都の諏訪神社に奉納した。また京都諏訪市は足利義明の帰郷や将軍擁立にも奔走している。幕府滅亡後、諏訪森直は明智光秀に仕えたが、天正十年、1582年の山崎の戦いで敗北した。伊勢諏訪氏は、 南北朝時代、伊勢国史北畑氏の悲観だった、諏訪佐信、俗称、くす、重労を外する氏族。伊勢北部、現在の三重県の土豪、北勢四十八屋の一つ。昭平二十四年、1369年から大江十九年、1412年まで、約50年間三代続いた。第二代からは、中島氏を名乗った。くす木、くす、 現在の三重県四日市市楠の木町の地の城主だったため、俗に楠木氏、読みは楠氏とも呼ばれるが、これは俗称であって、当主たちが自ら楠木氏を名乗った事実はない。初代の帝神に楠木正成の落とし子伝説があること、伊勢諏訪市滅亡後の楠の木城主の公認として、本物の楠木氏である、伊勢楠木氏が来ること、伊勢楠木氏の楠の木正岳が、 第三代当主、貞則の養子だったこと、等々があって、非常に紛らわしいが、楠氏と楠すのは全く別の氏族である。初代当主は、諏訪貞信、通称十郎。俗に、楠すの郎とも言う。延元2年、1337年1月25日生。当時、南朝方の宗永親王が、品の国大河原の、 現在の長野県大鹿村を拠点としており、大河原を交通の要衝として、伊勢と諏訪の南朝勢力は結びつきが強く、鄭心もまた南朝の死地として活動を行っていた。昌平24年1369年9月、北朝の武将、時頼康が伊勢に進行したため、国史、北畑秋義は、次男の県体率いる五千基で迎撃しこれを退け、 逆に北朝方の手にあった北勢の諸城を攻略した。同年10月、秋吉は防備を固めるために攻略したばかりの諸城を再編成し、その一つ楠山城あるいは楠城を手勢三百と共に諏訪貞信に与えて北朝勢力に対する守りとした。欧栄三年、1396年2月24日、没、菩提寺は、 現在の四日市市楠木町本号の小学寺。性質は、伊勢八田市当主で、山田城の城主だった、八田クランド入道の娘で、大英十年、1410年10月没。なお、楠木町に住む邸心子孫と称する家系の言い伝えでは、楠木正茂が、延元元年、1336年5月25日、港川の戦いで討ち死にした後、 めかけの聖夜が、慰草同祭という医師の助けで、諏訪に落ち延びて、同年10月1日に産んだことされるが、同時代に、伊勢諏訪氏が、楠の騎士を称したことはなく、後世の創作である。第二代は、諏訪貞だます。後に、中島貞だます。通称、七郎左衛門。低臣の子。北畠武氏隊から中島四京。 現在の三重県四日市6の基調本郷を賜り、中島を本願として、諏訪市から中島市に改名した。欧永六年、1399年の欧永の乱に参戦後、北畠の命令に背いて、伊勢に戻らず、京都に駐留し続けて、北朝に直接仕えた。激怒した北畠市二条氏を解任され、弟の貞則に家徳は移った。則の自死後、 o a 23年1416年5月17日に没。第3代は中島貞則、通称を黒左衛門。o a 6年1399年に伊勢を捨てた兄に代わって、楠山城となったが、やはり o a 19年1412年9月に国を出奔して京都に移住している。ここに至って北畠三政は完全に 中島氏を見限り、貞則を除風して二度と中島氏を楠山城に入れることはなく、欧永十七年、1410年に三つ政の命令で貞則の養子となっていた楠木正武、楠木正武を次の上司とした。自責の念を感じたのか、貞則は永二十一年、1414 14年6月8日に、京都油の工事の屋敷で自死した。墓は、 京都左京区黒谷町にある、今海光明寺のことか。伊勢諏訪市、伊勢中島市の滅亡後、楠山城、楠木城の城主の四代目以降の地位は、楠木氏の着流である、伊勢楠木氏に移ることになる。楠木城市としての諏訪市、中島市は滅亡したが、楠木町の旧家である楠木町本郷の中島家と、岡田家が中島子孫を称している。また、 クスノ北五三塚の富田や松平貞信が桑名藩をもだった頃に下手代を担った家柄も諏訪貞信の遠い親族、先祖の一人がクスノキ定高郷という人物のおばむ子であると称している。富田家の伝承では諏訪貞信の六代または七代の子孫にクスノキ定高郷通称を郎王という者がいて滝川豊前守る 滝川忠之の婿となったが、天正神後、つまり、天正十年、1582年3月2日、橋場秀吉との戦いで、終わりと打城老城中に数え16歳にして戦死し、これが、くすの本当の最後なのだという。滝川忠之と、橋場秀吉の戦いは、天正十一年、1583年なので、年が1年合わないが、絵との書き間違いか。 大野氏系の祖武市五百立命は、竹港人の子孫である阿蘇姫命を妻にしているため、大野市説、竹港人説のどちらをとっても、竹港人の後栄になる。諏訪氏の経緯にあたる血族を、諏訪親族、諏訪神等ともといい、信濃国には一門が多い。さらに、鎌倉時代に、諏訪氏が北条氏のおうち人となったことから全国に車両を、 拡大し、多くの一族が全国に拡散していった。地方の領主としては、駿河国の安倍氏、丹波国の上原氏、出雲国の牛尾氏、薩摩国の上石なども諏訪氏の一門に該当する。久じ郡長、幡ょ神社の神職は諏訪氏であるという、諏訪長州の次男長満は、駿河氏後今川氏に仕えるという、楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。